シェレメーチエボ国際空港で助降理されるアエロフロートのエアバス a 三百三十。ソルトレークシティ国際空港での除氷剤の散布助降理とは、物の表面から雪や氷、霜を取り除くことである。これに対し手棒が降りとは、除氷するだけでなく、物の表面に留まって氷の再業庫を遅らせたり、 機械的に取り除きやすいように氷の固着を防いだりする化学薬品を利用することである。除氷はこする、押すなどの機械的手法で取り除いたり、加熱することで誘拐させたり、水の凝固点を下げる化学薬品を使うといった手法がある。また、これらの手法を組み合わせて行われる場合もある。1月のアラスカで、 出発前に除氷を受けるがアルフストリーム G550。地上では、凍結条件での降水があるときは、航空機の除氷は必須である。凍った汚染物質が付着すると、重要な動力が平らでなくなったりザラザラしたりする。こうなると、滑らかな気流が乱されたり、揚力を発生させる翼の能力が大きく、低下したり、空気抵抗が増加したりする。 このような状況は墜落の原因になる。機体の飛行中に大きな氷が剥離すると、エンジンに吸い込まれて破損したり、プロペラに当たって破損することで推進力が失われる恐れがあることなど、破滅的なトラブルが生じうる。凍った汚染物質が動力にはまり、正確な動作ができなくなることもある。このような深刻な結果を招きうるので、 気温が0度程度の空港では除氷が行われる。飛行中、相上雲や積雲の中には過冷却の水滴が存在する。それらは通過する航空機の翼にぶつかると氷に変化し結晶化する。これは翼の気流を乱したり揚力を減らしたりするので、このような状況下で飛行することが予想される航空機は除氷装置を備えている。 除氷技術はエンジンインレットや機体外部の様々なセンサーが氷や雪で覆われないようにするためにも用いられている。科学的除氷航空機を除氷するため、プロピレングリコールと添加物からなる除氷剤が航空会社で広く使われている。エチレングリコール液はプロピレングリコールよりも低い温度で使えるので、場所によっては今も航空機の除氷に使われることがある。 しかし、プロピレングリコールは、エチレングリコールよりも毒性が低いので、プロピレングリコールの方が一般的である。これらが使われた、際、除氷剤の大半は、機体表面に固着せずに、地上へ落ちてしまう。一般的に空港は、使用済みの液体を回収するシステムを使っているので、それらが地中へ染み込んだり、水路へ入ることはない。プロピレングリコールは無毒と分類されているが、 分解するときに大量の酸素を消費するので水生生物を窒息させる原因になる。航空機の防護織は防護織剤と呼ばれる粘性のある液体で保護層を作ることで実現する。あらゆる防護織剤は凍った汚染物質の種類や気象条件に左右され限定的な保護にしかならない。液体は限界まで汚染物質を吸収したり液体自体が 汚染物質になってしまったりすると、機能しなくなる。水は某氷剤が、その機能を果たせないほどに希釈してしまうことがあるので、その意味においては、水さえも、汚染物質になりうる。赤外線加熱による除氷赤外線による、直接加熱は、航空機の除氷技術とともに発達してきた。この熱伝達メカニズムは、除氷剤に対する空気の冷却効果が邪魔をする。 従来の熱伝達方式よりもかなり早い。ある赤外線除氷装置は特別に作られた格納庫内での加熱プロセスを必要とする。この装置は格納庫のスペースを取り、他の支援機器も必要となることから空港運用者にはあまり関心を持たれていない。アメリカではこの種の除氷装置は限られた施設でしか使われておらず、二つの大規模なハブ空港と 一つの小規模な商業空港にあるだけである。別タイプの赤外線装置は移動可能で格納庫不要の加熱装置をトラックに積んで利用する。商業機への利用例は報告されていないが、装置メーカーは固定翼機とヘリコプターの両方に利用可能であるとしている。空港の舗装面の除氷作業には、プロピレングリコールやエチレングリコール、 その他の低分子の有機化合物など、液状、固形状の様々な化学製品が用いられる。塩などの塩素化合物は、航空機や設備を腐食する作用があるので、空港では用いられない。尿素混合物も、その安さのおかげで、舗装面の除氷理に用いられる。しかし尿素は使用後に、アンモニアに分解し、水路や野生生物に対する重大な汚染物質になるため、 アメリカの空港では段階的に廃止されつつある。2012年、アメリカの環境保護庁は尿素形状氷剤をほとんどの商業空港で使用禁止にした。伝統的に道路の除氷は滑りやすい道路に塩類を除雪車か散布用に設計されたダンプカーで巻くことで行われてきた。その際はしばしば砂や砂利を混ぜて巻かれることもあった。通常は 大量に利用可能で安いので、塩化ナトリウムが用いられる。しかし、塩化ナトリウム水溶液は低、摂氏18度で凍るので、その温度以下に気温が低下する場合は役に立たない。また塩化ナトリウムは、多くの乗り物に用いられる鋼や、コンクリート製の端に用いられる鉄筋を、腐食させたり錆びさせたりする強い特性がある。濃度によっては特定の植物や動物には毒に、 なりる,るし、いくつかの都市圏では、結果的に塩化ナトリウムを使わなくなった。近年の多くの融雪者は、塩化カルシウムや塩化マグネシウムなど、他の塩類を使っている。これらは、水の凝固点を気温以下に引き下げるだけではなく、発熱反応も生み出す。それらは、歩道では、いくらか安全だが、余剰分は取り除かなければならない。より近年では、 塩類に関する環境問題を軽減したり、散布後の効果をより持続させたりできる有機化合物が開発されており、液状、固形状の塩類と併用して用いられる。これらの混合物は、天才の生成やイタノールを作るための上流プロセスのような農作業の副産物として生じる。さらに、普通の岩塩を、ある種の有機化合物や塩化マグネシウムに混ぜると、引く。 摂氏34度程度の非常に低い気温でも効果があり、面積あたりの散布率を下げることにも役立つ、ど不可能な物質になる。太陽光システムも道路表面を水の凝固点以上に維持することに用いられる。道路に埋められた配管は、夏季には太陽エネルギーを集めるために用いられ、その熱は熱貯蔵装置に伝達される。そして冬季には道路を、 接氏0度以上に維持するために熱は道路に戻される。このように再生エネルギーの収集、貯蔵、排気を自動化した方法は科学的汚染物質を使うことによる環境問題を回避できる。2012年に水を弾く超素水性表面は氷の蓄積を防いで素氷性をもたらすためにも使えることが提案された。しかしべての超素水性表面が そこを理性を持つわけではないし、その手法もまだ開発中である。すべての科学的除氷剤は共通の作用メカニズムを持っている。濃度によるが、それらは特定の温度以上で水分子が結合するのを科学的に防ぐ。この温度は純粋の凝固点の0度以下である。時には溶かす力をさらに高める発熱用外反応が生じることもある。 一家のリストは特によく利用される除氷理剤とその典型的な化学式である。コッペンハーゲン空港でオレンジ色の薬剤で除氷される航空機。航空機の除氷理剤には複数の種類があるが大きくは二つに分けられる。除氷理剤、除氷理や除雪、除草のために水で希釈したグリコールを加熱して用いる。これは水のような粘性流があることから ニュートン流体とも呼ばれる。防合理剤、加熱や希釈をしていないプロピレングリコール系の薬剤でドロッとしている。これは特徴的な粘性流から非ニュートン流体とも呼ばれる。氷の成長を妨げたり、雪やみぞれが積もるのを防いだりするために使われる。防合理剤は航空機が地上で静止している際に氷が形成されるのを防ぐ残留効果がある。しかし、 航空機が離陸時に加速するときのような強い気流が薬剤上を流れると薬剤全体のレオロジーが変化し非常に薄くなる。そして翼にスムーズな空力的表面が作られるように剥がれ落ちる。状況によっては航空機に両方の薬剤が用いられる。まず汚染物質を取り除くために加熱したグリコールと水の混合物が続いて 航空機の離陸前に氷が再形成しないように、ドロッとした、非加熱の薬剤が用いられる。これは二段階方式と呼ばれる。メタノールの除氷剤は、小型から中型のビジネスジェットの翼や尾翼を除氷するために、小型の手持ちスプレーで長年用いられている。メタノールは、飛行前の霜や少量の底氷を取り除くことができるだけである。モノエチレン、ジエチレン、 プロピレンの核グリコールは不燃性の石油製品であり、同様の製品が車の冷却システムによく用いられている。グリコールはとても良い除効理性を持っており、航空等級はタイプ1型となっている。これは35度の水で希釈し、中期帳や離陸用滑走路の侵入点で1500から 2000US ガルを積載したトラックのクレーンから汚染面に向けて用いられる。 航空機が除氷を受けたことが一目でわかるように着色した除氷剤を使うことが望ましい。タイプ1型薬剤が流れると雪解け水がピンク色に染まっているように見える。ピンク色以外のタイプ1型薬剤は全てオレンジ色である。1992年、デッドシーワークスは視界の塩やミネラルを元にした除氷剤を販売し始めた。 ボーイング B-17 フライングフォートレス。主翼や尾翼の黒帯部分がゴムでできた棒氷ブーツ。飛行中の凍結は主翼、尾翼、エンジンの前円部に最も起きやすい。低速の航空機は飛行中の除氷りのために主翼や尾翼の前円部に空気圧を用いた棒氷ブーツを使うことが多い。ゴムのカバーが定期的に膨張することで 氷をひび割れさせ、剥離させる。一旦パイロットがこのシステムを稼働させると、膨張、収縮のサイクルは自動制御される。昔は、このようなシステムは膨張させるのが早すぎると効果が失われると考えられていた。氷の層が分厚くなるのを待たずに、パイロットがブーツを膨張させてしまうと、形成された氷と前円部との間に単に隙間を、 作るだけになるということである。しかし最近の研究によると、現代のブーツでは、そのような氷のつなぎ止めは生じないことがわかっている。航空機によっては、主翼や尾翼の前縁部、プロペラやヘリのローターブレードの前縁部にある、ゴムシートに埋め込まれた、電気加熱式の抵抗器を用いるものもある。この除氷システムは、1943年に、 アメリカのゴムメーカーによって開発された。このようなシステムは継続的に用いられる。氷が検出されると、まずは除氷システムとして機能し、その後は氷結しうる状況でも飛行を継続できるように、防氷システムとして機能する。航空機によっては、翼の表面やプロペラブレードの根元の小さな穴からアルコールや プロピレングリコールのような棒合理剤を染み出させて氷を溶かし、その表面を氷結しにくくする除氷システムを備えているものもある。NASA が開発した第4のシステムは、共振周波数の変化を検出して、表面の氷を探知する。電子制御モジュールが氷が形成されたと判断すると、強い機械的衝撃を生じさせるために、大きな電流スパイクが変換器に供給される。 その衝撃によって氷の層が破壊され、空気の流れによって氷は剥がされる。現代の民間固定翼機は、翼前塩部やエンジンインレット、大気データ測定機に暖気による棒氷システムを備えているものが多い。この暖気はエンジンで生じ、氷を防ぐべき、機体表面の内側空洞へ流し込まれる。暖気は、機体表面を0度を数度上回る温度まで温め、 それにより氷が形成されるのを防いでいる。このシステムは自動的に稼働し、機体が氷結しうる状況に入ったり出たりするのに、応じて電源がオンオフされる。塩化ナトリウムや塩化カルシウムのような除氷用の塩は土壌にまで到達する。そして、イオン、特に非イオンが増加し、土壌中の動植物にとって毒となる。また、化学薬品は、 生態系に毒となる濃度で水域にも到達しうる。有機化合物は生分解され酸素欠乏状態の原因にもなりうる。水の循環に時間がかかる小さな川や池は特に脆い。エチレングリコールやプロピレングリコールは氷層水で生分解が起きる際に高水準の BOD を必要とすることが知られている。このプロセスは 水生生物が生きるのに必要な酸素を消費してしまうので水生生物に悪影響を与える。微生物がプロピレングリコールを分解する際、海中で竜が大量に消費される。氷層水に十分な溶存酸素量があることは、魚や大型、無脊椎動物、その他の水生生物の生存にとって非常に重要である。 もし酸素濃度が最低水準以下に低下すると移動する能力を持ちかつ状況が許すなら生物は高い酸素濃度の場所へ移動する。さもなければやがて死に至る。この効果は利用可能な水生生物の量を劇的に減らしうる。養存酸素量レベルの低下は水底生物の数を減らしたり絶滅させたりしうる。このことは生物群における 種の分布の変化を促す状況を作り出したり、重要な食物連鎖作用を作り変えたりすることになる。2002年1月上旬のアトランタでの大雪は除、氷システムを溢れさ、すぐにフリント川のアトランタ空港の下流域が汚染された。いくつかの空港は除氷剤をリサイクルすることで、水や土壌の汚染を切り離し、薬剤の多用途への再利用を可能にしている。また、 施設内に排水処理設備を持ち、集められた液体を自治体の汚水処理場や民間の排水処理施設へ送る空港もある。除氷剤の毒性も同様に環境問題であり、ヒグリコール系のような低毒性の代替剤を発見する研究が進行中である。ありがとうございます。